おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。水質懸念のセーヌ川でトライアスロン強行。カナダ選手がレース後に10回オート。医師のスペイン選手は主催者を非難。私たちはサーカスのピエロという記事を紹介されて、小野寺さんが、X でもトライアスロンの選手は鉄人だから大腸筋も平気って絡んできた。 あー〇〇がいたが、これが現実だろうというふうに言われています。そしてこちら、性別に疑義の選手のパンチを浴びて46秒で危険パリゴリンボクシング女子、命守る必要というふうに言われています。パリゴリンで素でちょこなれたボクシング女子6 6キロ級の試合に、昨年の女子世界選手権の性別テストで不合格となったイマネ・ヘリフ、アルジェリアの選手が出場した。対戦相手の アンジェラ・カリニイタリアの選手は強烈なパンチを浴びると開始46秒で危険。国際オリンピック委員会 IOC は試合後選手の性別はパスポートに基づくとし全ての人は性別なくスポーツする権利を持っているとする声明を発表したが公平性や安全性の観点から物議を醸していると言われていますねこの件はメローニさんがこの選手をですね励まされて激励されていたということも出ているあこちらですねこちら 激励されていたというふうなね、そういう記事も出てきましたけども、こちらですね。いや、本当にこれはちょっと、再考し直すべきことなのかもしれませんよね。で、こちら、意識高い系馬鹿というふうに言われていますけども。で、ま、この件ちょっと、あの、いろんな話もあるみたいなんで、なんか一方的に、 なんでトランスジェンダーみたいなそういう話ではないようなので、まあ、新たな観点で議論していく必要がある可能性がある事案かもしれませんの、ね、でちょっと慎重にここではお話しさせていただいたんですけども、ね、この件指揮者の方々に是非伺いたいなというふうに思いましたそしてこちらかきこショップさんですけども 警国人ほどモラルの高い人間はないというコメントを SNS 上、SNS で見かけたら必ずこの写真を貼ることにする。金メダルを押しのけて写真に写ろうとした銅メダリストはオリンピック史上初めてだろう。別のアングルからの写真撮影でも前に出ているから恋にやっている確率は99%というふうに言われていまして、こちらの方ですかね。右から2番目の方が警国人選手ということなんですかね。はい。まあ、とにかくポリコレゴリンと言われてますけどもね。むちゃくちゃですよね。そしてこちら。 広瀬議員、秘書給与を毎月受領かというふうに言われていまして、悪質すぎるというふうに小野寺さんもおっしゃっています。また、こちらですね、毎月受領か、現金やり取り確認する音声記録を特捜部入手という記事を紹介されて、事態は深刻、洗いざらい自白して捜査に協力することです。辻本清美議員が手を染めた入口を未だにやっているとはというふうに言われていますね。これ自民党がどんな影響を受けるのかというのは注目ですよね。でちなみにこちら。 ここからは総裁選関連のことを紹介させていただきますが、無党派保守層が自民党から逃げていくだけです、そのご意見には反対ですとおっしゃっていますけれども、こちらは選択的夫婦別姓の導入主張、自民、石橋、保守派、牽制という記事を紹介されて、このようにおっしゃっています。自民党の立場から長尾さんもこのようにおっしゃってくださってますね。 で一方、こちらですよね。河野デジタル省原発など視察、再稼働必要との認識を示すということなんです。河野デジタル署は、昨今の電力需要の高まりを受け、原子力発電所の再稼働を含めた電力供給が必要との認識を示しました。河野大臣は31日、茨城県の東海第二原発や核融合エネルギーの研究現場を視察しました。視察後、河野大臣はエネルギー政策について、生成 AI やデータセンターなどによる電力需要の 増加を考えると原発を再稼働していってもさらに需要が上回る可能性もあると述べました電力の需給ギャップを埋めるためには原発の再稼働が必要だとの考えを改めて強調した形ですまた記者団からエネルギー政策への考え方で今までと変わった部分もあるかと聞かれたのに対し河野大臣は電力供給が今までのように減少一辺倒ではない電力,供給を電力需要の予測の幅を見据えて電力が供給できる能力がないといけないと述べました 自民党総裁選を前に持論の脱原発色を薄め党内の支持拡大につなげたい狙いがあるものと見られますというふうに示されているんですけどもまさかの展開ですよね脱原発の親玉みたいな感じだった印象やったんですけども急にこういう話が出てきてとんでもないなって感じですね。 でこちら「二次元追加利上げを決定政策金利は0.2%程度に国債買入減額も」という記事を紹介されて長尾さんがやりよったと言われています。でこちら「追加利上げの件を紹介されて日銀東西預金金利引き上げで民間金融機関が1.3兆円の利息でうわうわ状態となることを報道してないよね」と言われていまして何かこれ一方的な、うん、利権誘導というかなんか裏がありそうな 気はしていたんですけども、こういう見方、民間き金融機関を設けさせるみたいな。まあ、ね、一つの見方もあるかもしれませんし、結果的にこうなったというだけかもしれませんけども、この件、高橋大一さんも触れておられるというふうなことを聞いておりますけども、なんか、ね、えー、この財務省が、日銀財務省が何回やってんなって感じがして、ちょっと怪しいなって感じがしますね。で、こちら、長尾さんが先ほどのポストを引用されて、記者から、 漢字の質問が出ないというふうに言われてまして、えー、こちらですね、紹介されていますね。この件ぜひ長尾さんにまた番組の中で伺いたいなというふうに思いました。こちら、岸田首相、麻生派幹部の鈴木俊一財務相と会食、自民総裁選の情勢を協議かと言われています。岸田首相は1日夜、自民党麻生派副会長の鈴木俊一財務相と 東京丸の内の日本料理店で会食した。鈴木氏は2021年の党総裁選で首相の推薦人となっており、来月の総裁をめ、総裁選をめぐる情勢を話し合ったとみられる。鈴木氏は、父の鈴木善幸元首相がかつて高知会を率いた縁で岸田首相と関係が近い。麻生派会長の麻生太郎副総裁は義系に当たると言われていまして、ね、総裁選に向けてなんか怪しい動きが強まっているんですかね。そして、 こちら、こちらですね。保守の、保守政治家さんの未来について考えたいと思うんですけれども、保守団結の会第39回勉強会。保守団結の会は総裁選のための会ではないことを設立時に申し合わせています。とはいえ、我々が望む政策を実現するために、総裁選、立候補者に提言書をお渡ししたく、叩き案、叩き台案について議論しました。効果感や財政など、骨太のテーマに、 絞り込んで再協議することとで合意しましまたと言われていますでこれを引用されて、唐田さんが、安倍元首相亡き、あと自民党内が左翼リベラル勢力に席巻されているのは周知の通り、これも、このままでは日本への浸透侵略を続ける中国の思い通り、数少ない保守現実派は力を結集してほしい、保守団結の会はその中でも期待できる集団、総裁選立候補者に提言書を渡すべく、議論をリードする高市周一にも期待というふうに言われています。 あ、高市さん、間違えました。高取修一さんですね。高取修一さんはね、本当に安倍元首相のお弟子さんみたいな形。まあ、お弟子さんっていうあたる言い方が正しいかわかりませんけども、本当に近い方だったので、ね、本当に高取修一さんも、修一さんも応援したいなというふうに思いますね。で、こちら、大石明子さん、急にちょっと野党議員さんになるんですけども、与那国島に、 アメリカ海兵隊の最新式のレーダーを初めて運び込まれるという記事を紹介されて、怖い止めたい。これは離島の防衛じゃないと言われていますけども、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊は28日から離島の防衛を想定した国内最大規模の共同訓練、レゾリュートドラゴンを沖縄県内をはじめ各地で行いという部分を紹介されてこのようにおっしゃっています。これ、これを引用されて、オネラさんが、怖いやめさせたい。これは日本の国会議員じゃないというふうに、<laughs> うまいこと返されてて1.1万いいねついてますね。えー、こちら。杉田明議員がご本を紹介されていますね。ぜひこちらの本を読みください。詳しく説明。あ、こちらですね。国連人種差別撤廃委員会の仕組みと正体について教えてください。というポストに対して、ぜひこちらの本を読みください。詳しく説明しております。慰安婦像を世界中に建てる日本人たち。また、独語の感想を見聞かせてください。手取りあす 手っ取り早く知りたい場合は私の講演会に足を運びくださいというふうに言われてましてこれを引用されてクラックさんのポストが感想イコールヘイトデマというふうに言われちゃってますねでこれを引用されて杉田議員がこれはこれは芝木隊代表そして西舞子小学校の先輩のこちらの方ですね N さん。N 様読んでくださるな、読んでくださったなんて感激です。どのあたりがヘイトでどのあたりがデマか教えていただけますか。全部とか小学生のような答えはなしですよ。わらと。むちゃくちゃうまい解釈されてて1.7万いいねというふうになっていますね。はい。杉田妙義、むちゃくちゃ強いですね。<laughs> はい。さすがだなとっていうふうに思いました。 皆さんいかがでしょうかぜひ皆様のご意見などコメント欄いいただけたらと思います。というわけでここから先はメンバーシップレベル1、レベル2の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくい情報も扱いたいと思っております。続きは動画からご視聴ください。一方視聴者もここまでです。ありがとうございました。というわけで、本日もたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。それではまた。通信最後はやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日はこちら。体重に落ち込んでいる猫さんが見つかるということで見てみましょう。 どうでしょうかこれ完全に落ち込んでますね5 6 5キロみたいですけど落ち込んでるようで、えー、顔は下をうつむいておられますね、はい、私も体重を測っていきますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた